XO-4 は山猫座の方向に約900光年の距離にある構成である。約11等級で肉眼では見ることができないが、小さな望遠鏡で見ることができる。カラーアルト天問台でのラッキーイメージングによる観測や結ク望遠鏡と保証光学による観測でも万星は発見されていない。ホットジュピターに分類される太陽系外惑星 XO-4B が、 XO-4 の周囲を公転していることが知られている。この惑星は2008年に XO 望遠鏡でトランジット法を用いて発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NMXWARLES プロジェクトにおいて XO-4 はエストニアに割り当てられる。 境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでエストニア国内での選考国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日 IAU から最終結果が公表され XO-4 はコット XO-4B はハムリックと命名された。いずれもエストニア語での天文用語にちなんでおり、コットは太陽が昇る時間帯である夜明け、ハムリックは太陽が沈む時間帯である日没や夕暮れを意味する。ありがとうございます。